はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ、森さんダメだよ、森さん。はい、森元総理がですね、えー、生放送のテレビでやってしまいました。生放送のテレビ謝罪会見でですね、えブチ切れると。はい。あの、ひ、逆切れしてですね、開き直ってしまうというですね、ちょっと大変なことをやってしまいました、森総理。森さんダメだ それはでですね、その謝罪会見のですね、ほぼ全てをですね、文字に書き起こしてくれている記事を見つけましたので、えこれを読んでいきたいんだけれども、はい、何があったのか。な、森さんどうしたのと、なんかよくブチ切れてますけど、今日は何でブチ切れたんですかという話なんだけれども、これね、森さんやっちゃったんだよ、これ完全に。うん。あのですね、昨日、2月3日にですね、あの JOC、はい、あの東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会のですね、まあ、会長を教えいらっしゃるじゃないですか、森さんって。うん。そこのですね、え臨時表記会があったんですね。で JOC がですね、女性理事を増やしていく方針を 掲げていることに関してですねえ女性がたくさん入っている理事会は時間がかかるんだよねと、女性っていうのは競争意識が強いからね、誰か一人が手を挙げて言われると、自分を言わないといけないなと思うんでしょうねえ、みんな発言するからね、大変なんだよと、はい、JOC っていうのはあの女性の理事の割合を40%にすることを目標にしてるんですけれども、まあ、20%にねとどまっていると、ですこういうことを言っちゃった上でですね、えー、なんかね、こう、なんだろう、こう、 女性理事っていうのがわきまえておられて、みんな競技団体のご出身で、えー、国際的に大きな場所を、大きな場所を踏んでおられる方ばかりだと、的を得たご発言をされていて、我々も非常に役立っていますよということも言ったんだけれども、うちょっとねあ、なんていうのかなこのこの、このね、発言全体がですね、やっぱり女性蔑視ではないかということで、あの海外からもですね、結構非難が来ていたんですよ。うん、え女性はじゃあ入れたくないということですかと、うん。時間がかかるから女性いらんという話なんですかというようなことでですね、あの、非常に非難の声が、 上がってたんですよね、うん、でですねこれ熊さん なんとなくわかるから言いましょうか。あのね、80歳を超えたですね、日本のおじいちゃんに女性に関してのお話をされると、大体こんな感じになります。大体こんな感じ。日本の、あの、昔からいるですね、日本で育ってきたおじいちゃんは、熊さんのおじいちゃんはそんな感じでしたよ。大体こんな感じ。感覚的にはですね、あの、女性は大事にしなければならない。命をかけても守らなければならないくらいのことはね、こういうおじいちゃん思ってるんですよ。思ってるんだけれども、いい女性っていうのは3歩後ろを下がってついてくるのがいい女性だ。ここにも書いてあるじでん。よ。わきまえておられて書いてあるんですよ。わきまえて てる女がいい女なんだみたいなこう感覚があるんですよ。で、それってね。国際的にはねずれてるじゃないですか？ ずれてるんですよ、森さん。森さんうん。で、国際的にはですね、だ、完全に男女同権で、男女同権のさらにその上にレディーファーストっていう形で、女性を大事にしようっていうのがもう国際感覚じゃないですか。うん。しかしこれ、日本のね、このおじいちゃんのね、一般のおじいちゃんっていうの,の,の感覚はね、やっぱり、そういうことはやっぱ多少ずれていて、で、その一般のおじいちゃんの感覚をですね、JOC に持ち込んじゃダメだよ。ダメですよ。で、この後読んでいくんだけれども、あの、この発言をしたのはさ、日本の会議でのことだから、まあまあ、みたいなこと、森さんが言ってんだけど、そんな 通用するわけないじゃん 海外のメディアも見ているし、そもそもめちゃくちゃ公式な委員会でしょ、これ。そこでこの発言はまずいということをですね、理解していただきたいんだよね。ゃ、クマさんね、あの、森さん好きなんですよ。好きなの、李登輝さんのさ、お葬式にも自分で手を挙げて言ってくれたしさ、あの、そもそも何十年か前のさ、あの、神の国発言ってあったじゃないですか。うん。で、ね、日本は神の国であるぞということにですね、マスコミが噛みついて、いやー、軍艦の足音が聞こえるとか言ったことがあったんだけれども、クマさんね、あの、森さんのあの神の国発言は何にも悪くないと思ってます。はい。で、だって日本って確かに 神の国じゃんえみんなだってお正月になったらさ初詣行くでしょあれ神事だよ神の、ね。神のことと書いて神事だよ。あれ思いっきり神事ですからね。うん、であと夏祭りもやってるでしょあれも神事なんですほとんどが。 っていう感じでですね、あの、あの、みんな要所要所で、あの、神様にね、神様を交えたイベントっていうのをよくやってるんですよ。でそういうのを踏まえて上で、えー、神の国であるぞと、まあ、八百万の神とか昔から言ってたからね。しかし、昔はですね、この、ね、あの、第二次世界大戦、大東亜戦術の時はですね、あの、ね、あの、なんだろう、日本が占領していた土地にですね、あ何でしたっけ、あの、八代じゃなくて、なんだっけ、あの、なんか十字見かみたいない、忘れちゃ忘れちゃ、あ、出てこないな、ごめんなさい、出てこないな、うん、あの、鳥居かな、鳥居だ、鳥居を建てたり とかしてあ,の、まあね、であとはその。 ね、こう特攻隊のこととを神風って呼んだりとかね結構神をですね神様をですねこ,こう,こう絡めていろいろなことをやっていたんですよ。でそういうことがあってですね,あのねあのその日本は神の国であるぞという発言はまるで戦前に戻ったかのようだみたいなことでめっちゃ伝わかれてたんだけどあの時はねクさんは思わなかった、うん、さっきも言った通り、あり、ね、お正月は皆さん神社に行くんじゃないですかと、うん、でえ夏は夏祭りやってるんじゃないですかという形であのいろんなところで,です、ね、神事と神事を交えたイベントっていうのは日本には山ほど残っていてほぼ毎月何か みんんなやってんだよね、うん、そういう意味で言えばですね別にそうおかしくないよなとか当時ですねあのまだ10代でしたけれどもまさん思ってたやともしました。うん、で、えっと、ただですね今回の発言はこれさすがに容認されないよ。 いやー、もう熊さんね、森さん好きなんだけれども、今回に関してはね、ちょっと辞任をした方がいいのかもしれないなって、ちょっと、ちょっと思っちゃってます。あの、これね、オリンピックやってほしいなと思う人たちもですね、うわーって肩を落としたと思うし、あの、オリンピックに出る予定の選手たちもですね、うわ、もうこれがオリンピックに対する反対の声、またでっかくなるじゃんっていうふうに、こう、肩を落としたと思うんですよ。熊さんね、東京オリンピックに関しては開いてほしいと思っている立場です。批判はあるだろうけれども、開いてほしいと思っている立場です。なぜかというと、熊さんの学生時代の同級生、同じクラス 同級生がですね、えオリンピック選手だったんです。あの過去オリンピック出たんですよ。で別にメダルは取れなかったから、ね、あのねテレビで名前が出たくらいなんだけれども、あのただねあのそのオリンピックに望むスポーツ選手の意気込みっていうのはやっぱ友達が出てるからよく知ってるんですよ。もうね人生で一度っきり。 もうチャンスはここしかない。なんならそのチャンスをつかめただけでもすごいことだけれども、もう、もう、ほんどあの、あれね、あの、オリンピック2連覇3連覇とか4連覇とかしてる人いるじゃん、たまに。あんな人ほんと神様中の神様だからね。あんなのもう、もう例外中の例外よ。ほとんどの選手にとってはもう一回こっきりの大舞台なんです。夢の舞台なんです。 だから今回、オリンピックがなくなるっていうことはです、ね、もう死ぬ気で努力をしてきた方々の努力、全部なくなっちゃうぐらいの感覚で、なんとしてもオリンピック開いてくれっていうスポーツ選手の方が多いはずなんですだからね、そういう人とね、友達だ,った友達だからさ、その,そのね、その当時の、ね、オリンピックにかける彼のね熱いね思いとかですね姿勢とか、ですねもう,もう生活スタイルから全部変えてたからね、すぐもうね、1年、2年前から、ですねもうオリンピックに合わせた生活スタイルなんですよ。 すごいんだって。もうオリンピックのですね、何月何日に、まあ、競技が行われるって大体わかるわけじゃないですか。そこにピークを持っていくために、もう1年間使うみたいな感じなんだよ。だからね、もうね、その選手のことを考えると、オリンピック開いてあげてほしくて、しょうがないんだよね。今回オリンピック中心になったらさ、もう何、何百人の選手が泣くんだろうとか思っちゃうからね。人生で一度,一度きりか、一度きりだから。ピークはそこだから、本当に。だから開いてあげてほしいんだと思うんだけど、もうね、徹底的に邪魔してるんだよね、森さん、今ね。 もう、おじいちゃんになっちゃったんだなもう、だからね、森さん。森さんのね、感覚は理解できます理解できるけど、今、国際的にそれは通用しません。で、それを理解してください。理解してください。もう、自分の発言がですね、いろんな人をですね、悲しませてるっていことをね、理解しなきゃダメです。もう、クさん、森さん大好きだから、あえて言うよ。もう、ダメもう、ダメで、もう、多分、ちょっとこれ、もう、辞任した方が本当といいかもしれないっすよ、森さん。 はい。というわけでですね、あの、森さんですね、この謝罪会見ですね。このね、うーん、女性はいると話が長くなるからね、と言っちゃってですね、あの、世界中から批判を浴びてですね、で、今日、生放送で謝罪会見したわけですけど、何があったんでしょうかじゃあ読んでいきましょう。はい。えー、森吉郎、えー、逆ギレ会見で反省の色はゼロ、えー。注意もできない日本政府のやばすぎる現実。あ、これですね、後で、えー、菅さんはですね、菅総理はですね、ちゃんと注意してます。はい。こういう発言はあってはならないとはっきり言ってますからね。うん。はい、いきますね。あんたの話はもう聞きたくない。これ、森さんの言葉ですよ。はい、記者。はい。 え、五輪の精神に反する発言をする人が、えー、組織委員会の会長をすることは適任なんでしょうかさあ、あなたはどう思いますかはい。私は適任じゃないと思います。はい。それじゃあ、そういう風に受けたまっておきます。はい。こんな感じなんです。はい。で、えー、森さん、はい。えー、記者に向かって怒って、あんたの話はもう聞き,聞きたくないと。面白おかしくしたいから聞いてんだろうと。うん、まあ、そういう一面もマスコミには間違いなくあるんだけれどもね。でも、その点で切れちゃダメなんだ。森さん、森さん、もうダメうん。えー、この人に反省の色は全くない。記者が意地悪をして話を面白おかしくする 自分に質問していると思っているようだ。違うよ。海外からの批判もすごいんだよ、森さん。うん、で、森吉郎東京オリンピックパラリンピック組織委員会委員会長が、え日本オリンピック委員,え委員会、表議委員会で、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかると発言し、大きな問題となったのは2月3日のこと。はい、昨日のことですね。え歴史を振り返れば、女性は何々だからという理由で、女性の発言の機会や意思決定への参画の機会が奪われてきたことは明らかで、森氏の発言はそうした過去への過ちへの反省を徹底的に書いたものだと言える。 まあ確かにね。で、この発言は、両性の平等を重んじるオリンピックの精神にももとるもので、海外のメディアも問題発言を大きく報じた。批判の声が高まったことを受けて、2月4日午後、森氏はこの発言の撤回会見を行ったのだが、残念なことにその会見の様子、森氏の発言からは、なぜ自分が批判されているのかを真剣に考え、真摯に問題に向き合った気配は微塵も感じられなかったと、はいもうえー。会見冒頭、森会長は手元のメモを見ながら、記者を、記者を指して、この中には昨日 JOC 市の理事会の後で私がご挨拶をしましたことをご存知の方が多いと思いますのでこれ以上詳細なことは申し上げません今皆さんにご心配をいただき集まっていただいていることに恐縮をしております、えー、昨日の JOC 評議会の発言につきましてはオリンピック・パラリンピックの精神に反する不適切な発言だったと認識し,たしております、えー、そのために、えー、まず深く反省をしておりますそして発言をいたしました件については、えー、撤回をしたいと、えー、それから不愉快な思いをされた皆様にはお詫びを申し上げたいと述べたあここまでは良かったんですここまでは良かったのでも その後いいろいろ記者に挑発されて逆励してしまったという形だね。 <laughs> でその後、当該の発言は東京オリンピックの組織委員会のことを指しているわけではない。組織委員会は円満に言っているということを述べた上で、次の大会まであと半年となりまして、関係者一同一生懸命頑張っておられます。その中でその責任者である私が皆さんのお仕事に支障になるようなことがあってはいけないと考えて、お詫びをして撤回するということを申し上げたわけであります。世界のアスリートを受け入れる都民、国民、それから IOC、IPC はじめ、国際的な関係者にとってもオリンピック・パラリンピック精神に基づいた大会が開催されます。 できますように引き続き検身して努力をしていきたいと思っております以上ですと染みくくったもはや政治家による謝罪会見のお決まりのパターンとなっているが森下自身の発言がどのような意味で問題だったのか何を問題と認識しているのかを自分の言葉で具体的に説明することはなかったそこには言及せずにオリンピックパラリンピック精神に反するという抽象的な説明に終始するばかり女性を蔑視しているような発言をした偏見に基づいた発言をした女性が登用されにくいこの社会においてその差別を容認助長するような発言をしたしか しかも五輪の関係会議という公の場で、えーオ、オリンピックのですね、えー、組織委員会会長、そして元総理という立場でありながら、あ、といった説明がですね、彼の口から出ることは一度もなかった。えー、別に、老害を批判したいわけじゃない。そう、そうなんですよ。あの、冒頭の説明のうち、記者から質問が出たが、その回答も質問と噛み合っていないものや、何を批判されているのかについて、本当に理解しているのかと首をかしげざるを得ないものばかりだったと確かにそうなんだよね。ムカつくけど、マスコミのこの書き方もムカつくけど、確かにそうなんだよね。え、辞任は考えましたかという質問には、辞任はか 私は献身的にお伝えをお手伝いをして7年間やってきたわけですので自分からどうしようどうこうしようという気持ちはありません皆さんが邪魔だと言われれば老害が粗大ごみになったのかもしれませんからそうしたら吐いてもらえればいいんじゃないですかと答えていると、うんうんうん、なんでそういう挑発するようなこと言っちゃうかなえ森氏の老害という言葉からは自分自身がえ高齢であるということを理由に批判されていると捉えるえ被害者意識めいた思いがうかがえるしかし当たり前のことだが森氏が批判されているのは高齢だからではない発言に問題があるから 批判されているのだだ、うん、そうなんだよねえ続いて同じ記者から、世界にはどう説明していくつもりかという質問が出たが、これに対しては、これ以上説明しても誤解が誤解を生むし、私は組織委員会の理事,理事会に出ていたわけではないんですよ。JOC の名誉評議員として挨拶をした。それを組織委員会の理事会と一緒にしておられる方。 特に外国はそれを一緒にしておられる。それは皆さんの報道の仕方だと思いますが、JOC の評議会に出て、私は挨拶をしたということですと答えている。この回答は趣旨が今一つはっきりしないが、後の記者に対する質問への答えで、場所をわきまえていたと述べていることから、おそらく五輪の組織委員会ではなく、JOC の評議ええ、評議委員会という場所で、名誉評議員として発言をした。時と場所を選んでの発言なのである。だから大きな問題ではないという意図の弁明だと推察はできる。しかし、評議委員会は、 え、立派な公の場だろう。弁明にもなっていない。確かに。また、えー、それが海外を含めて広く批判を浴びたのは、誤解を生むようなマス,マスメディアの報道のせいである。自分の発言そのものは間違っていないという思いも、皆さんの報じか、皆さんの報じ方という発言から伺える。確かにね。えー、最近女性の話はあまり聞いていませんから、IOC の関係者などに対して、森会長からご説明をする意思はございますかという質問に対しては、そんな必要ないでしょう。今ここでしたんだから、昨日の発言は出してくれて、えー、今日のは出さないっていうわけにはいかないでしょう。と答え 自身の発言について世界に向けて弁明をするつもりはないらしい。この後半の発言からもやはりマスコミは自分にとって不利な報じ方をするという思いが伺える。まあ確かにね、今までね、そういう報じ方をしてきたからね、マスコミはね。そう思われても仕方がないんだけれども、今回の発言はちょっと痛かったんじゃないですかね。うん。えー、以下、記者との,の中心的なやり取りを開つまんで列挙するが、ここでも記者の質問を遮るばかりで、会見を切り上げたいという姿勢が目立った。 記者 A、女性は話が長いと思ってらっしゃるんでしょうか森氏。はい。えー、森さんあー。最近女性の話を聞いていませんから、あまりよくわかっていません。はい。え、女性を一定割合で登用するクォーター制が盛り上がっていますが、森さん。え、それは民意が決めることち、こっちゃないですかうん。えー、記者。 森会長自身は賛成ですか反対ですか森さん。はい。賛成も反対もありませんえ。自然に国民が決めることだと思います。記者からの質問に丁寧に答える要素はみじも見られないと。ここはギリ、うくまさんはいいかなと思ってます。えー、記者 B、いくつか質問があります。いくつかじゃなくて、一つにしてください。え、会長としてはどこが問題だとお考えでしょうかはい。えーで、男女の区別するような発言をしたということですね。はい。会長としての発言ではないので、責任が問われないという趣旨の発言もありましたけれども。はい、森さん。え、えー、責任が問われないとは言ってませんよ。 場所をわきまえてちゃんと話をしたつもりです。記者、組織委員会としての、組織委員としての発言が、発言じゃなかったから、あの発言はいいということなんですかいや、そういうんじゃありませんよ。組織委員会、ちゃんと全文を見てから質問してください。え、昨ののもごもごという感じでしたね。うん <laughs> ええ記者、場所をわきまえるという発言を使われていましたけれども、女性は発,発言を控える立場だとお考えでしょうか、森さん、いや、そういうわけじゃありません、じゃあ、どうしてああいう発言になったんですか、場所だとか時間だとか、テーマだとかに合わせて話をすることが大事なんじゃないですか、そうしないと会議は前に進まないんじゃないですか、それは女性と限る場合、必要はあるんでしょうか。いや だからって、うん、だから私も区別って言ったじゃないですか。その前段で、うん。えー、森さんあああ、あんたの話はもう聞きたくない。はい。司会え、え、発言については冒頭に明示的に示しておりますので、はい。森さん、え、司会を遮って記者に向かって、面白おかしくしたいからか聞いてんだろう。うんあ。記者、何を問題だと思ってるかを聞いてるから聞いてるんです。はい。森さん、だからさっきから話してる通りです。果たして森氏は自分が発言を撤回し、釈明しているという意識があるのだろうか。うん。えー、記者からの最後の質問と森さんの回答も噛み合わない ものだった記者から、森会長は自分の発言が誤解を生んでしまうという言い方をしているが、つまりそれは自分の発言は誤ったものであると認識していないということかという趣旨の質問が出たところ、それに対して森氏は、自分はさまざまな人から聞いた、女性を登用するとは話が長くて、組織運営に苦労するというエピソード,はエピソードを話をしただけだという弁明をした、これはつまり、本当に誤った発言をしたと思っていますかと聞かれているのに対して、俺は聞いた話をしたんだと言っていることで、ほとんど俺は悪くないと開き直っているのに等しい。 どういいううこととなななののかか理解しているる首をかしげたくなるような回答だうーん、今回に関してはね、ちゃんと謝ってほしかったな、ね、森さんね。最後に記者が、皆さん、今回の森さんの発言に怒っているんですね、というと、森さんはえ、謙虚に受け止めております。だから発言を撤回すると言っているんです、と言ったものの、明らかに苛立った様子で、え謙虚さはどこを探しても見,見当たらないと。以上で、記者会見を終了させていただきます、という司会の発言とともにえ、会見は幕を閉じた。森が登場してから退場するまで約20分。文句を言われたから仕方なく撤回してやっている。でも本当は俺は悪くない。 とといいうう思いが透けて見見えるような会見だったと、うんえー、注意すらできない日本政府、暗算たる気持ちがあ気持ちになるような会見だったが、えー、さらに大きな問題は、森氏に対して公の場で注意すらできない日本政府の人間、人々ではないかと、えー、例えば、えー、加藤官房長官は2月8日の会見で、森会長の発言内容の詳細について承知をしていない、政府として具体的なコメントは避けたいと述べている、日本政府はこのコロナ禍にあって、東京オリンピック・パラリンピックを進めようとしている主体であると。うん、にも関わらずその政府が、えー、五輪組織委員会,会長 長が海外から強く批判されるようなことを発言したことについて、言及すらしないので、あると森氏の発言はもちろん、それを注意し、批判することしかできない。批判することすらできない。日本政府の態度は国際的な信頼を貶める事態につながっていくことだろう、えー、詳細を承知していないなどと言って現地を取られないよう、逃げている場合ではないと、政府の関係者が自民党の応募書に色味を使うことが、日本の国際的な信頼に優先してしまうことのどは決してあってはならないとで、ここに関してはですね。あの、さっきも言ったけれども、あの菅さんがですね。菅首相がですね。ちゃんと ですね、ああいう発言はあってはならないというふうなことをはっきり言ってますから、まあ、ちょっとまたハズレな記事ではあるんだけれどもあのね森さん森さんこういう感じでございます。 森さんの、ね、感覚っていうのはですねあのもう古い日本人の感覚なんですよ、でおじいちゃんに聞いたら、ですね <coughs> おそらくこういう発言っていうのは出てくるんだけれども、あの政治家であるならば、あのこの国際的にですね今の国際感覚と合っていないということは、ですねご理解いただきたい、ご理解いただきたい、じゃないとねそのオリンピックを開催したいという人たちの足を引っ張ってしまうんです、森さんお願いしますようん、なんかね、今回の発言もちょっと悲しかったな,悲しかったなと思ったんでね、動画にしました。うん さ、ね、基本的には森さんのファンなんでね応援はしたいなと思うんだけれどもちょっと今回の話はいただけなかった。反省してください。 お願いします。今回まだね、あの、オリンピック委員会委員長降りないって言ってるから、もう続けるんでしょうもう、だって、もう、ここまで偉い人になっちゃったらね、もう誰も文句言えないからね。うん、じゃあ、自分、皆さんもさ、自分たちの、えー、勤めてる会社の会長にさ、お前降りろって面と向かって言える言えないでしょあの、さ、でもう、今の政治家はでもサラリーマンみたいなもんだからね、やっぱ言えないんだよ。言えないんだよ。ということはね、この人は今後もね、委員長ずっと続けていくんだよ。うん。うん、でもね、ちょっとね、誰か注意する人いないかなこれね、もう、森さんにこれ以上発言させちゃダメだよ。 もうダメ。もうこの感覚はね、もうこんだけ年っておじいちゃんになるとね、もう治りませんから。治りませんからね、今後もね、おそらくですね、やばい発言してしまうと思うんだけれども、誰か止めて、誰か止めて、オリンピックを楽しみにしている人間もいるんです。そしてオリンピックにね、もう出たいと思ってる、でも今しかチャンスはないと、今が俺のピークだと思ってる選手たちもたくさんいるんです。そのためにですね、オリンピック開催の足は引っ張らないでください。お願いします。ということで、クさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。